冒険者協会へようこそ。あなたのことは観察させてもらいました。観察？こいつ、なんかしたのか？いえいえ、優秀な冒険者を見つけることも私の仕事ですから。あなたから伝説の冒険者たちと肩を並べられるほどの素質を感じます。ひひ、それはオイラもわかるぞ。彼と一緒にいると安心できるんだ。でも冒険者にとって素質よりも経験の方が大事です。冒険経験を積み重ねることで冒険ランクが上がります。早速新しく入ってきた冒険者に紹介しますね。待って、オイラたちもう正式な冒険者になったのか？安心してください。冒険者協会には会費を払う必要も強制的な義務もありませんから。つまり協会に入ったらメリットだらけ、デメリットはありません。とにかく冒険ランクが上がるたび冒険者協会から報酬をもらえます。これは協会から新人へ送るプレゼントです。確認してくださいね。改めて入会を歓迎します。冒険者の申請、これはあなたの冒険の証です。新人の加入はとても大事なことですから当然です。これには協会の依頼や報酬に関する情報がたくさん載ってますから。会員の証明でもあるからね、きちんと保管してくださいね。それともう一つ、冒険ランクが上がりにくいと感じる時がたまにあると思いますが、その時は印象に残る任務をクリアすることで協会の認可をもらえますよ。印象に残る任務？冒険ランクの上限を突破するための突破任務といった方がいいかもしれませんね。今はまだその時じゃないですが、あなたの経験が多くなればみんなの認可をもらえるチャンスも増えてくるはずです。では今日はここまでにしましょう。これからどんどん会う機会も増えると思いますから、頑張ってくださいね。冒険者さん、星と深淵を目指せ。